ですね、久しぶりに私のアパレル購入品をやっていきたいと思います。結構長い間やっていなかった企画なのでかなりね溜まっているんですけど、よかったら最後まで見ていってくださいということで、どうぞ。まずはですね、アクセサリーから紹介していきたいと思います。結構質問がねアクセサリー多くて、最近ね気に入ってるこのジュピターっていうブランドがあって、すごいね女性らしくて可愛いブランドなんですけど、いろいろ買ったのでちょっと紹介していきます。まずこちら今つけてるゴールドのフープピアスですね。結構ねちっちゃめですごい軽いんですよ。で私意外とっていうか結構ね耳が弱くて、あの大きいピアスとかよくつけてると思うんですけど、結構ねいつも痛いんですよね。なのでなんかこれぐらいのちっちゃい大きさでマスクとかにも引っかかりづらくて、つけてること忘れるぐらいのこの軽量感といい上品なゴールド感がすごい可愛くて気に入ってます。これウェブ限定のアイテムなんですけど、ぜひチェックしてみてください。はい、次はですね同じく今つけてるこちら、最近ゴールドのアクセサリーにハマっているので、これオリジナルでね、なんかそれぞれ自分の好きに組み合わせできて作れるんですよ。この石だったり指輪のサイズはもちろん、どんなデザインがいいかとかね、いくつか選べて、私はこの18金のオニキスのブラックのカラーをチョイスして、こんな感じで可愛くないですか、くるってなってるデザイン、上から見ても可愛いし前から見ても可愛いです。で1個でね結構存在感があって主役になるので気に入ってよくつけてます。冬ねニットとかこういうゴールドのアクセサリーがチラッと袖から見えてるとすごい可愛いかなと思います。そして同じところで違う石でこれも作りました。これもねすっごい合わせやすくて存在感があってお気に入りです。結構ねこっちよりも指輪の幅が広めぶっとめなので存在感があって、ほんとこれ1個で、ね、おしゃれな感じになります。でこの石がすごい可愛くて、なんか光り方が光に当たるとこうブルーに光るんだけど、ベースはちょっとグレーっぽく見えるようなめっちゃ綺麗な天然石なんですよ。ラブラドライトっていうやつらしいんですけど、この石がめっちゃ気に入ったのでネックレスでもこの石のネックレスを注文してみました。でこれはねゴールド18金のゴールドの加工されてるやつなんですけど、こっちのネックレスはシルバーにしてみました。つけてみようこれも。はい、こんな感じです。かわいいかわいい、ちょっとシルバーとゴールドで同じ石で統一感を出してみました。こうやってね今重ね付けしてるんですけど、重ね付けのワンポイントとして使うのもすごいかわいいので、ちょっと結構頻繁に登場するんじゃないかなと思います。でこれもねもうね早速使っているアイテムなんですけど、ネックレスね、これじゃーん、シンプルなチェーンネックレス、ゴールドのアイテムをゲットしました。これねみんな好きなんじゃないかなと思う。すごい華奢なんですけどしっかりと存在感もあって、このなんか動きがねタラタラしててすっごい可愛いの。重ね付けしても可愛いし、ほんと華奢なのでどんな服にも合うしずっとつけてられるアイテムです。でこれも18金だったかな、お気に入りです。はい、ということでアクセサリーはこんな感じです。今回買った感じはちょっとね上品な感じで、こうずっと使っていけるようなアイテムが欲しいなと思ってたので、若干ちょっとお値段するアイテムたちかなと思うんですけど、長くそして時期とかも関係なくいろんな洋服に合わせやすそうなアイテムたちを購入しました。特にねピアス、このミニフープピアス、ゴールドのピアスとかこのチェーンのネックレスとかは本当に本当に年齢も何も関係なくみんな持ってて損ないアイテムなので、上品だしね、なのでぜひチェックしてみてください。お洋服はですね、じゃーん、ユニクロ購入してきました。今年の秋冬のお洋服がユニクロすごい可愛いって噂を聞いていて、私もねそろそろ秋冬物いろいろ欲しいなと思っていたタイミングだったので、昨日ね買ってきました。買いたてほやほやです。で実際使ってコーディネート組んでみたらめちゃくちゃ使いやすいアイテムがいっぱいあったので、皆さんに共有したいなと思って購入品紹介をやっていきたいと思います。まず一つ目は今着てるんですけど、こちらがスフレヤンショートカーディガン長袖です。でカラーが5色展開なんですけど、7番のグレーカラーを購入してみました。サイズはね S サイズです。 S サイズにしたんですけどぴったりっていう感じなので、まあ、ちょっとゆるっと着たい方は M サイズとか、私156センチなんですけど M サイズがいいかなというふうに思いましたが、私はね結構ゆるっとしたカーディガンもうすでに持ってるのでぴったりめに着たいなっていうことで、はい、こんな感じ。かわいいよね。丈感がねこんな感じで
短めになってて、ボタンが3個ついてます。すっごいあったかいので、今ね半袖と合わせてるんですけど、秋はねこれ1枚でだいぶあったかく過ごせるんじゃないかなと思います。コーディネートも結構いろいろ合わせられるんですけど、まあ、割と私はこのカーディガンはシンプルめに羽織ったりとか、ワンピースと合わせたりとか、まあ、デニムと合わせたりとか、ゆるっと着たいかなっていう感じですね。最近カジュアルなお洋服も好きなので、そういう T シャツだったりとか割とラフに合わせて、でこういうねさっき紹介したネックレスとかピアスとかちょっとこう上品なものと合わせて、バッグもクラッチバッグとかちょっと上品めなアイテムにして、こうメリハリをつけたコーディネートとかにカーディガンいいかなと思いました。すごい着心地よくて、半袖で今着てるんですけど全くねチクチクしないので、これはいいなっていうふうに思いました。次はですね、こちらじゃーん、トレーナーを購入しました。こちらスウェットシャツの長袖01番のオフホワイトを購入しました。私は小さめの S サイズを購入しましたね。2990円ということで、トレーナー2990円お手頃でいいですよね。やっぱり冬はこういうのあると何かと便利なので可愛いなと思ってオフホワイトをゲットしました。私結構オフホワイト好きで、秋冬特にねワントーンコーデの時とかたくさん使うんですけど、これはね裏肝とかではなくて、秋とかにも1枚でさらっと着やすいし、冬になったらね中にシャツを入れて着てあげたりとか、結構ね着回し効くアイテムかなっていう風に思います。このトレーナーの形が可愛いなと思ったので、同じトレーナーのシリーズのネイビーも購入しました。オフホワイトの色は S サイズ買ったんですけど、このネイビーカラーは L サイズを購入しましたね。 L サイズなのでこう首がちょっと開くので、こういう白 T とかを内側に着てちょっとこう首元で遊んであげたりしても可愛いし、万能なカラーかなと思うので買ってみました。まあ、私的にはオフホワイトの方が着回しが効きやすいかなっていう風に感じました。まあ、これもねメンズライクな格好好きな方とかはすごい着やすいんじゃないかなと思うんですけど、上品なトレーナーの着方っていうのを考えた時に、このネイビーは結構トレーナー感が強いんですけど、このオフホワイトだとトレーナー感をこう主張しすぎずに、だけどちょっとこうトレーナーだよみたいな感じのコーディネートができるので、結構これはカジュアル度が強まるかなって思ったんですけど、そうでもまあ新鮮なコーディネートが組めて楽しかったです。次はですねこちら、これすごい気に入ったんですけど、こちらがブラッシュドジャージーパンツ S サイズを購入しました。これ前から見るとこんな感じで結構ねお腹周りもスッキリしてて、後ろはゴムになってるのですごくね前から見た時のシルエットも綺麗で、お腹周りがスッキリ見えます。でその生地がねすごい柔らかくて気持ちいいんですよ。で結構あったかい感じがするので、秋冬めちゃくちゃ重宝するんじゃないかなと思いました。 S サイズ買ったんですけど、ちょっとだけ大きい感じがしたので、 XS があるんだったら XS でも良かったかなっていう感じですが、まあロングブーツとかちょっとヒールのあるものと合わせたらまあぴったりかなっていう感じです。色味がまたねグレージュ、私がすごい好きな色で、絶妙なグレージュ感で気に入って買いましたね。これはちょっとおじファッション、おじかじみたいな感じのお洋服にも合うし、ハイウエスト気味なカーディガンと合わせても可愛いし、クロップド丈のカーディガンとかトップスと合わせても可愛いし、ちょっとこれはハイウエスト気味かなっていう感じなので、今流行ってるトップスとの相性がいいんじゃないかなと思います。形もすごい綺麗で足が長く見えたのでめっちゃこれおすすめです。そしてこちら一番着回しの中でたくさん着回しが作れたシャツなんですけど、コットンストライプシャツ長袖です。これは XL サイズを購入しました。まあ、こういうねシャツは結構いろんなところで販売されてるかなと思うんですけど、私もずっと欲しくて意外と持ってなかったアイテムなので、今回ユニクロで調達してきました。でなんかやっぱこういうシャツとかって彼から借りましたみたいなちょっとダボっとした感じでコーディネートで着ると可愛いなっていう印象だったので、一番大きいサイズを買ったんですけど、めちゃくちゃ当たりで、サイズ感が私のこう思い描いてたサイズ感ジャストだったので、ぜひね XL サイズ怖がらずに買ってほしいなって思います。なんかねちょうどいいんですよね、こう着太りするほどでかいサイズ感じゃないんですけど、大きめな感じで着れて、中にこうやって襟だけ使って着ることもできるし、上に羽織ることもできるし、秋も冬も、もう春も
夏とかもね、こう1枚こういう羽織があると便利だし、もうなんか1年中通して便利なアイテムかなと思います。はい、ということで以上です。全部で 16,950 円、ユニクロの購入品にしてはちょっと高いかなって思うんですが、そう、あれ、これ紹介したっけ、紹介し忘れてるかも。このさっき紹介したトレーナーのセットアップになるボトムも S サイズで購入しました。これもね、形綺麗だし、もっとゆるゆる着たい方は M サイズとか L サイズとかでもいいかなと思うんですけど、私は一番まあぴったりサイズかなっていう S サイズを購入してみました。別のカラーもね、セットアップで欲しいかもなって思っているので、その時はもうちょっとゆるゆる着れるようなサイズ感で買おうかなと思うんですけど、これもねすごい着回しが効くんですよ。なんか綺麗めなトップスにボトムがこのゆるっと加減とかでもいいし、まあ、着倒して毛玉が出てきて結構汚れてきたなってなったら部屋着に召喚できるので、こういうアイテムはね本当に1個はセットで欲しいなって思っちゃうぐらいなアイテムかなと思います。はい、そして最後ですね、こちらじゃーん、ビューティー&ユースでお買い物したアイテムを紹介して終わりにしたいと思います。2点しか買ってないんですけど、1点目がちょっと今季流行ってんじゃないかなと思ってるんですが、このなんかこういうフードがついてるタイプのマフラーみたいなやつ、ちょっとでもさ、ここが気になるんだよね。この縫い目がピロって出てるのをちょっとどうにかしたいなと思うんだけど、切っちゃったらさ、なんかほつれちゃうかなとか思って、若干ここは気になるけど、まあでもこうやって着る、しっかりこうやってかぶって着る人は少ないっていうイメージで作ったのかな。私はこうやって着たいんだけど、コートとかに合わせてちょっとこうフードをプラスで着てあげたらちょっと今っぽいし可愛いなと思って買ってみました。すごいこれね、柔らかくて可愛いんですよ。結構いいお値段したんですが、いろんなコーディネートに合わせられるし、白シャツとかにこれかけるだけでちょっとワンランク上のコーデになるなっていうことで買いました。これ多分秋冬いっぱい使うと思います。そして最後こちら、カーディガンですね。結構分厚めのカーディガンなんでしゅけどとかなんですけど、これはなんか穴がポコポコ開いてるデザインで、このリブとかもね長かったりとか、ちょっと特徴的なデザインで一目惚れして買いました。他の色もね可愛いのあって悩んだんですけど、まあ、ブラックが無難に可愛いかなと思って買ってみたんですけど大正解で、なんかちょっとこのさパンツと合わせたスタイリングがすごい私的にハマったので、すごい買ってよかったなっていう風に思ったし、なんかね大きさが絶妙で、中にいろいろ着込んで上に羽織として着てもいいし、1枚でちょっとセクシーに肌見せして着ても可愛いし、冬とかだったらタートルネック中に入れて重ね着に使ってもいいし、結構万能なアイテムだなっていう感じがしたので、これ買ってすごいね、まだそんなに着てないけど、まあ、1回着た、ちょっと涼しい日に1回着て、そうすごい可愛いなと思って愛用したいなって思ってるお気に入りアイテムです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。セレクトショップとユニクロとジュピターの、3カ所でのお買い物をドドンとねたくさん一気に紹介してみました。軽くコーディネートも組んで載せたかなと思うんですけど、また詳しいコーディネートとか1週間コーデとかも、前後でね載せたいなと思っているので、よかったら楽しみにしていてください。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラム、ツイッターなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。そしてアパレルブランドノイグジストもよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。